学院大学キャプテンの原口さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは本日の試合の感想をお願いします。はい、今日の試合は最終クォーターまで競っていたんですけど、やっぱオフェンスがタッチダウン取れなかったんで、そこが、敗戦の原因になったんじゃないかなと思っています。試合前にチームメイトに語ったことなど教えていただけますか？はい、チーム全体としてはもう本当に勝つっていう気持ちしかなかったので、とりあえずそれを全員で共有して、オフェンスディフェンスはもうしっかり戦術のことであったりとか、相手のディフェンスであったりとか、オフェンスであったりを話し合ってました。それでは次は入れ替え戦となりますが、意気込みをお願いします。はい、入れ替え戦は一部で学んだことを全部発揮して、圧勝して、後輩をディビジョン1に残したいと思います。